京都向こう町競輪場案内メッセージ文が、スクロール中玉の競輪場三連勝式未対応の古いタイプ。同着発生に備え、枠番車番それぞれ3段ずつ用意してある。確定版は、公営競技において、直前に行われたレースの確定を知らせるための掲示版である。戦後の公営競技創成期には、数字を大書きした板を1枚ずつ組み合わせて掲示し、 レース結果を観客に発表していたが、後に電光掲示板に置き換えられるようになり、やがて着順だけでなく払い戻し金も同時に表示されるようになった。着順は、競輪、競艇、オートレースでは3着まで、競馬では5着までが表示されるが、3連対したシャバニア、定番、5着までに入った馬番のアラビア数字と混同しないよう、着順側には、 ローマ数字が用いられている。なお、到着が発生した場合は、半角数字のように縦際にして並列させるなどの対処がなされるが、古い電光掲示板の中には3人以上の到着に対応していないものもあり、その場合は、表示を省略し、アナウンスで伝えている。競輪では3着までに入ることを、確定版に乗ると表現することがある。現在は全、場で、 電光掲示板が使用されており、表示される色は電球による単色式、単色 LED の組み合わせによる1.2三色式、フルカラー LED による多色式など、場によってまちまちとなっている。なお、大画面映像装置を導入している場では、それを確定版代わりとしても用いる場と、確定版画も別に設置する場とがある。競輪では、 着順の横方向配置がほとんど。払い戻し金は限られた一内詞2行のスペースに切り替えや横スクロールなどで決定放送のアナウンスに合わせて格式ごとに順に表示される。主にスタンドの上部に設置されている。協定では着順の縦方向配置が主流。払い戻し金がないもの、タイムや変換点が閉示されているものもある。 JRA 競馬では着順掲示板と呼ばれる。着順は縦方向配置で払い戻し金はなくタイムや記差が平示されている。一部の場では近年発売される投票券の種類が増えたことにより以前からの表示方法では全種類の払い戻し金が表示できないことから元からあった。 各種案内用の文字スクロール部分を利用して全種類の払い戻し金を表示する改造を受けたものもある。中には既存の払い戻し金表示部を撤去し、その部分にバナやマスコットを大きく表示しているところもあり、着順の表示のみに特化したものもある。ありがとうございます。